梅ちゃんノーリード作戦しようか。ノーリードでついてくる作戦どう？ごちゃごちゃとみんないててもノーリードでついてきますってね。梅ちゃんノーリード作戦、はい、U ターンしますよ。梅ちゃん、梅ちゃんノーリードやな。ノーリードでもいけるもんね。ただね、法律上ダメなの。だからここだけね、ここだけでノーリードね。梅ちゃんノーリードできるもんな。こう 足元ですよ。ほんと何にも持ってません。カメラとおやつも持ってません。はい、梅ちゃん行きますよ。こんだけワシャワシャでも梅ちゃんついてくるもんな。な、はい、座れ。はい、それは余計や、それは余計や。お前行くで、行きますよ。行きます。梅ちゃん行きますよ。梅ちゃん行きますよ。ほっといて行きますよ。賢いですよこの子、ほんと賢い。はい、な、止まったら座るやで。やってみよう、やってみよう。はい、おいで梅来い。はい、止まったら座るね。そうでしょ。もうね、散歩でもリードの持ち手を意識して歩かすの大事ですよ。でこういう風に意識してたら座るんですよ。このトレーニングやる方がいいですよ。うめ。ほんだらもしもの時にリード離れたりとか首を抜けたりとかし、まあやったらまずいんですが、なった時にリードの持ち手を意識してたら呼び戻しが効くんですよ。そういう利点もあったり、もう引っ張り込みは絶対なんないですね。こうなったらでこうなるでしょ。梅くるんですよ。こういうトレーニングどうしたらなるか。一歩歩いたら、一歩歩いたら、一歩進んだら止まるです。で座るまで待つです。梅？梅？来い。梅来い。梅ちゃん。あ、もうダメ。集中できない。こんななってもんな。こんななってもんな。うん、一歩歩いたら止まる。で座るまで待つ。座らなかったら座れって号令をかけてでも座らす。でまた一歩歩いたら黙ってて座る。でこれが黙ってて止まったら座るっていうのができるようになったら、次トントンと2本歩くで、2本歩いてまた待っとくで、また座る。これをトントントンと3歩歩いてまた黙っとく、また座るまで待つ。これを4歩ぐらいまでですねやっていくと、もう止まったら座るようになります。そうするとどうなるかっていうと、飼い主さんを意識しながら散歩するようになるんですよ。飼い主さんが座ったら止まるっていうのを教えられてるから、飼い主さんを意識してるんですよ。そうするともう引っ張らないし、何かあった時に飼い主さん意識してるんで、座れとか言うと座るし、名前呼んだら帰ってくるんですよ。でそういうトレーニングをね、日頃から時間あるときね、うん、ご自身が天気のいい日で、体調のいい時ね、それね、犬ってねあんまりね集中できへんから、こういうこと特に集中できへんから、5分ぐらいでいいです。5分ぐらいでどん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 時間を伸ばしていけば、10分20分ってできるようになります。そうすればね、もう、散歩もすごい楽しくなりますよ。信号待ちで止まって座って、飼い主さんの進むのを待つ犬なんかいたらもうすごいじゃないですか。それ簡単にできます。チャレンジしてみてください。ほんとね、散歩が楽しくて仕方なくなります。今までね引っ張る犬で、もう散歩行ったらもう疲れるわっていう犬も、横へついて
止まったら座るようになります。うんち拾ってる間だ、犬が来たらワンワンワンって言ったらうんち拾えない時あるじゃないですか。そういうのもなくなります。はい、ロックオンもなくなります。はい、ぜひぜひチャレンジしてみてください。本当毎日毎日の積み重ねっていうかね、一回一回を積み重ねていく、1週間に1回でもやってください。1ヶ月ぐらいしたら別件になります。本当、もう可愛くて仕方なくなりますよ。散歩も楽しくなります。雨の日とかすごい嫌じゃないですか、散歩。それも、引っ張らずに、止まったら待ってくれる、座って待ってくれるっていうの、犬になればもう本当にね、自慢の犬になります。誰かお友達、犬友達と会っても、ね、喋ってる間座って待つ子。今のわさび違うんや、今の旬もう遊びになったからいい、今の梅干しが乗ったんや、お前もう遊びになってるからいいですけど梅ちゃん気ぃつくてんね。まあそういうことで、もうね、長話しても座って待ってるっていうのを、本当他人から見れば遠目で見れば、あの犬賢いねってなるんですよ。そういう風にね、自分の犬を自慢の犬っていうわけじゃないですけど、そういう風にされたら可愛くて仕方なくなります。特にピットブルとかドーベルマンとか、ロットワイラーとか、その大きい犬で、評判の悪い犬ね評判の悪い犬、そうされたら、いや、あの犬、めっちゃ賢いから大丈夫やよってなって、近所の方たちとも評判良くなってね、安心して、皆さん声かけてくれるようになっていくと思いますので、そういう面でもね、この一歩歩いて止まる、一歩歩いて止まるっていうのをやって、気長に、座るのを待ってやる。で、座らなかったら座らす。で、止まったら座るものやっていうのを教えていってください。近くでこうやって座って飼い主さんの動くのを待つようになってくれます。はい、ドッグランでも楽になりますよ。ドッグランでも行ったら、飼い主さんの、飼い主さんがフィールドに入るまでですよね、待つっていうことをするようになるんで、そういう風になればドッグランでも危ない犬犬種ですよね、ピットブルとか、ドッグランに連れて行ったらみんなやっぱり敬遠されがちじゃないですか。そういうのも、そういうことをしていくとね、あの子大丈夫大丈夫いう感じで、あの仲間に入れると思いますので、それも犬のためにね、頑張ってください。犬のために頑張ることは飼い主さんのためにもなるんですよ。だから、頑張って一度チャレンジしてみてください。それではありがとうございました。